みんなおはよう。今日はストリップクラブでバケツ叩く日。ちょっと緊張してる、やっぱ。緊張してるのは、お客さんたちの反応がちょっと気になるよね。なんか、みんな、ね、女の子を見に来てるなのに、合同はバケツドラムのパフォーマンスするっていうのは、なんかみんなどんな反応するんだろうなと思って。なんか叩き出したら、もう早く女の子出せよみたいな感じだったら、ちょっと、嫌だなと思って。まあ、とりあえず頑張る。これから運動とストレッチして、それからシティに向かう。そのメルボルンカップが終わってからすぐ始まるから、お昼過ぎの1時からパフォーマンスになる。いい。多分ついたと思う。ここだと思うんだけど、メンズギャラリー。ちょっと緊張してきた。なんかストリップクラブに入るのは初めてなんで。違ったらしい。あそこのストリップクラブじゃない。そこはなんかいつも通って、ストリップクラブやなと思ってたんだけど、そこじゃない。もう一つのストリップクラブこの先にあるらしいんで、そこはミンクスバーっていうところで。場所間違えた。ここじゃん。準備してきた。だいぶ緊張が解けた。ギースっていう人が今日 DJ やるんで、なんかドラムのパフォーマンスから DJ の、音楽にスムーズに切り替えるためにちょっと練習して、うまくいったんで。で、ノーマンっていうオーナーにも会って、結構優しいおじさんだったんで、ちょっと楽しみになってきた。ドラム叩くのが。で、今日なんか50人ぐらいの女の子がいるらしいんで、なんか今日一番派手にやるらしい。始まるまで2時間ぐらいあるから、ちょっとその時間までどうすればいいか分からない。Sorry。 まあクラブの方で多分2時間待ってパフォーマンスするかな。ちょっとなんかずっと待ってると疲れちゃうよな。 今ストリップクラブのイベントはもう始まってるんだけど、さっきまあご飯食べてずっと外で待機してると疲れるから、一回入ってみようと思って入ったんだけど、よくわからんな。確かに裸の女の子はいた。 今多分お客さんまだ少ないと思うんで、男より全然女の子の方が多くて、女の子たちはなんか暇そうだった。で、しかもなんか頑張って女の子たちと目合わせないようにしとった。なんかもしかしたらゴードもお客さんだと思われるから、ちょっと怖かった。 俺お客さんじゃないから、なんかそのゴードにかまってやらなくてもいいからねみたいな。 やばいよ。 めっちゃやばいとこに来た。パフォーマンス終わった。 あんまり結構どうやろう、パフォーマンス終わったけど納得いかない。まあ自分のパフォーマンスもそうだけど、いろいろバケツも壊れた。 途中で俺緊張に負けたかな今日。なんだろう、あんまりうまくパフォーマンスできなかった。店長っていうか、店長の人はなんかもうちょっとしたらもう一回叩いてくるよみたいな頼んできて、
普通だったらまあなんかそのギャラは1回だけのパフォーマンスなんだけど、あんまりうまくできた気がしないんで、もう1回叩いてあげようかなという気持ちなんだよ今ね。あんまり逃げただったで、ちょっとしたらもう1回叩いてあげようかなって、店長に言われて、その日の映像はそれで終わりその後は何も動画撮ってなくて、またストリップクラブに入ってすごい店長に飲まされて酔っ払って帰ったという話。二度目のパフォーマンスはなかった。どこから話せばいいかな。まあお店、お昼ぐらいにお店に行って、その DJ やる人と話し合って、パフォーマンス、ゴードのパフォーマンスと DJ の音楽にどうやってつなげるか話して練習して、結構いい感じだったから、それで緊張感はだいぶ解けた。緊張しとったからね、なんか女の子見に来たんなのに、なんだこいつみたいな感じになるかなと思ったんだけど、それはなかった。そのストリップクラブはなんか店長はそのやらしい感じというより、楽しく、みんなで楽しくやるというイメージをなんか作りたかったらしい。で、店長にも会って、店長まあちょっと太ってるおじさんなんだけど、全然いい人なんで、全然優しそうな人なんで、それでよかった。お昼に行った時まだ始まってなかったから、女の子とか誰もいなかったんで、一回外出てお昼ご飯食べて、また入ってきたら始まってた。レースが始まるまでは VIP のお客さんで、ちょっとお金持ちの10人ぐらいしかいなかったから、男より全然女の子の方が多かったけど、それでもちょっと盛り上がってて、でもなんかストリップクラブ行ったことなくて、でそんな行きたいと別に思ったことないし、でも実際に目の前になんか裸の女の子が踊ってたらとか、裸の女いたら、さすがに自分でもちょっとなんか興奮するというか、なんか刺激的になるかなと思ってた。なんかさ、なんて言えばいい、なんかいきなり外に出歩いてる時になんか裸の女の子の写真とか見たら、そんな何も感じないじゃん。もう外にいるし、なんか裸の女の子の写真ありますねみたいな、それだけの感じだ。なんか刺激とは何もないけど、なんか実際本物に囲まれたらゴードでもちょっとおー来るかなと思ってたんだけど、全然なかった。色気とかそういう一切感じてなくて、ちょっと気持ち悪かった正直しかも頑張って女の子たちに目合わせないように、俺この人たちと同じお金持ちの人じゃないからねみたいなしかもなんか前の席でめっちゃもうおじいちゃんほどの年の男の子がなんかもうハゲて座って、で目の前になんか女の子がお尻をなんか裸でお尻を振ってた、なんか目の前にもうキモいなと思ったあのおじちゃんなんかめっちゃニコニコして、なんなんだよこれと思って、やばいな。そしてゴードは控え室なくて、でなんか女の子たちの控え室はなんか2階だったんで、さすがにゴードは同じ控え室にならなかったからね、そこは大丈夫だったけど、そのなんか個人なパフォーマンスやるみたいで、その用のカーテンで仕切ってる部屋たくさんあって、パフォーマンス前にそこでなんか準備運動とか全然やっていいよって言われて、ずっとそこでその暗い中でドラムスティックを回したりしてなんか準備しとった。そしてパフォーマンスまだ始まってない時にDJ の人が待ってきて、キースという結構優しい人なんだけど、DJ やる人が来て、やっぱりバケツはマイクとかなしで、ちょっと静かすぎるかもしれないから、なんかこのマイクもバケツの上に置いておいてって言われて、なんかガムテープでバケツにつけて、パフォーマンス始まる時にここにもマイクつけるようにしとって、
そうやったんだけど、メルボルンカップのレースが終わってみんな盛り上がってる時にステージの上に立って、もう先まで女の子がストリップしてたステージに上がってバケツセッティングしてマイクもオンにして叩き出したら、もうマイクからもうスピーカーからすごいキーキーみたいな爆音みたいなの出てきて、やばいなと思って、でもそのままちょっと叩いてたんだけど、でもマイクが音拾いすぎて周りちょっとなんかめっちゃ高い音しか聞こえなかった、ゴード。だから一回そのマイク消した、あのスイッチがあったんで。でも消したら俺のパフォーマンスの音量がもう 20% ぐらいまで下がったから、半分以上音が聞いた。でいきなり俺のパフォーマンスめっちゃ静かやなって思って、周りのみんなもうどうしたのみたいな顔して、やばいよなと思って、またマイクつけてまた爆音になったけど、まあとりあえずそっちの方が迫力あるからそれで行こうと思って、でもそれやってる同時に叩いてるバケツが壊れた。めっちゃ長い日々が入って、でもうその周りの爆音とそのマイクのどうのこうので、それプラスバケツの日々でちょっとゴード、もうさすがに頭いっぱいだった。もうこんなたくさん考えながらドラムスティック回して叩いてるからね、ちょっとその頭のプロセッサーが限界に来ててだからそのみんなのテンションが下がる前にちょっとパフォーマンス終わらせた方が一番効果的かなと思って、 DJ に合図して音楽に合わせて DJ に切り替えできたんだけど、自分のパフォーマンスあんまり短くてあんまりしょぼくて結構申し訳ない気持ちになった。ちゃんとギャラもらってるからね。まあなぜストリップクラブでバケツドラムのパフォーマンスやることになったかって聞くと、そのレースが終わったら結構みんなテンション下がるから、でもレースが終わってみんなのテンションが下がらないようにちょっと違うパフォーマンス毎年入れるらしい、その店長は。だからまあゴーダちょっとパフォーマンスがしょぼくて申し訳ない気持ちだったけど、多分お客さん側は多分楽しめたと思う。まあバケツドラムはバケツドラムでなんか上手いと下手とかそこそこまで区別がつかないと思うんだけど、みんなだからバケツのパフォーマンス終わってテンションがみんなのテンションが下がらないようにゴードもテンション上げ上げで行こうと思った。でなんかワイワイしてバケツ片付けて、でなんかまたお客さんの方に行ったらなんか女の子たち、ああかっこよかったとかよかったよとかなんか囲んできて、そんな一人の女の子が酒持ってて、なんかジントニックとかなんかそんな感じのお酒だったんだけど、なんか疲れゴード疲れたでしょ飲みやみたいな風にされて、で女の子がここにお酒のグラス持ってて飲みやって言われて、あー分かったちょっと飲みようって感じで、ちょっと再現するよ、こんな隣の女の子がグラス持ってゴードも飲みやみたいな感じ、あでちょっとだけ飲む、なんかこの得体の知れない飲み物だったからちょっとしか飲まないようにしたかったんだけど、こんな感じだったもう一気に飲ませようみたいな感じ、うわめっちゃこぼれたもう一気にハッハッハッて飲まされて、そしてまあそこからちょっと逃げて、で DJ の人が出てきて、ああよかったよかった楽しかったよみたいな DJ の人が言ってきて、 DJ の人と一緒にバーに行って、何飲みますかって聞かれて、ああまあじゃあビールいっぱいもらいますよみたいに言ったら、ビールとシャンパンができた。えシャンパン？シャンパンも？みたいな感じで、で DJ の人はえメルボルンカップはシャンパンでしょみたいな感じ、なんか何言ってんだよみたいなこと言われて、あじゃあ分かったシャンパンも飲むよみたいな分かったシャンパンも飲んで、もう最初からビールとシャンパンが混ざってたっていう話ねこれ気になるそしてその店長の奥さんとその妹ももう二人ともおばさんだけど、ストリップクラブの管理とかいろいろやってるんだけど、まあ家族でやってるストリップクラブなんで、その奥さんと、まあ、その姉妹と話したりして、
で、店長のいとこもなんかメルボルンから来てて、たまにストリップクラブに来てなんか暴れるみたいな感じで、彼とにも話してて、それでちょっと時間潰してた。そして店長が来て、もうゴードは後でもっと盛り上がるからもう一回パフォーマンスしてくれないかって聞かれて、さっきのはあんまり下手だったから、じゃあもう一回パフォーマンスしますって答えて、でもその次のパフォーマンスは何時になるかわからなくて、まあ、とりあえずその店長のいとこと一緒に飲んでた。そしてストリップクラブ内にメインステージがあって、その横にもう一つの小さいやつだったんだけど、なんかカウンターが丸くなってて、でその、ま、丸くなって丸くなって、そのあその中にまあ女の子を踊るような小さなステージもあって、でもそこは女の子いなくて、ゴードはそこに行ってそのいとこと飲んで話してた。でなんか途中で女の子が来て、うちらの前で踊り始めて、ああうちらはいいんですけどみたいな、あのまあ言えなくてとりあえずいきなりなんかカウンターでちょっとビール飲んでちょっと話しとったのに、なんかいきなりなんか目の前の女の子が踊ってて、そして店長が待ってきて、でチップ、あのまあお金じゃないけど、そのそのお店の専用のお金があって、5ドル、まあ、500円ずつみたいなチップの紙みたいなやつがあって、店長がそんな大量に持ってきて、ゴードとそのいとこに渡して、女の子たちにやるよみたいな感じ、そのお店のお金使ったら、あの女の子たちは後になんか給料に足すことができるみたいなチップの仕組みなんだけど、おーまあ渡されたから、とりあえず目の前に踊ってる女の子に、おい、なんかその服に紐がたくさん入ってるのが多くて、とりあえずその紐のとこにかければいいかなと思って、ちょっとチップあげたら、女の子めっちゃゴードの顔にお尻振ってきた。めっちゃお尻だった、もう目の前に。もうほっといてほしかった。もういきなり知らない女の子が自分の前でなんかお尻押し付けてくるのはやっぱ気持ち悪い。正直あれは気持ち悪かった。しかもなんかお酒も入ってて、そんな気分じゃないゴードは。あしかもなんか女の子たちにもなんか申し訳ない気持ち、なんか女の子たちなんか仕事であの頑張ってやってる。普通だったら、まあ、まあ普通のいつも来てるお客さんはそれで喜ぶと思うんだけど、ちょっときつかった。その後になんか店長にまた呼ばれて、店長のとこに行って、なんか個室的なとこもあって、そこで店長がなんか高そうなシャンパン飲んでて、ゴードもなんか一緒に飲もうよみたいな感じで、店長しかも当たってたからね、店長レースで結構お金買ったから、すごく機嫌良かった店長だから、なんか高いシャンパン飲んでゴードにも飲みやみたいな感じで、そこでちょっと飲んでて、でやっぱりシャンパンは来るよ。なんかずっとビールだったら、自分はどれぐらい酔ってるとか、どれぐらいでもう水飲んだ方がいいとか、そういうの分かるんだけど、シャンパンは分からん。急に来るんで、シャンパンが効いてきて、もうここ出た方がいいと思って、もう、なんか挨拶とか何もせずに、そのまま立って、バケツとか荷物、取って裏口から出て逃げた。そのまま電車乗って帰った。で駅から家までいつも車で通ってるから、車に行ったらまだ全然お酒飲んでたから、運転できる状態なかったから、車に行って車で寝た。朝まで寝て、起きたらそのまま車運転して帰った。二度と行きたくないね、ストリップクラブ。まあ DJ キース、 DJ やってたキースっていう人もよかった
し、店長とそのいとこもなんかもう話できてよかったけど、なんかしかもゴードはお金もらって行ったのにそんなに楽しめなかった。わかるよね。俺お金もらって行ってるのに、ちょっとやっぱ帰りたいってな途中でなって帰った。まあ酔っ払ってたのもあったけど。でも他のお客さんたちは結構お金払って入ってきてるから。な、相当楽しいんだろうね、あいつら。何がいいんだろう。なんか汚いよな。なんか自分もなんか、まあ、なんて言えば、なんか、とりあえずそれはストリップクラブの話でした。あ、次の飲み会でちょっとまあ気になってたらストリップクラブのあった話のもっと細かい話もできるけど、あ、それで明日じゃなくて土曜日だよ次の飲み会。明日バンドのライブがあるからやっぱり土曜日に飲み会したい。土曜日のちょっと早めにね、午後6時とかぐらいにあの飲み会したいんで、参加できる人たちぜひ飲み会に来てくれ。じゃあみんな、またね。